本当に面白かったです。自分のいる環境を楽しく幸せな場所にすることって考え方とかでできるんだなっていう。でそれをこうすごくなんか分かりやすく VTR で見せてくれてる感じがあって、それを見た瞬間になんかこう自分の周りの人もそうやってんだなと思うと応援しやすくなるし、家というものをすごく素敵な場所にしたくなるっていう、なんか見るだけでこうなんかこういろいろこういい方に変わっていきそうな、そんな映像がたくさんありましたね。いや本当になんか奥様界のアベンジャーズといいますか、とても個性的なメンバーが集まったんで、これまとまるのかなと思ったらいい感じでぶつかり合ってましたね。いやすごい、そのそれぞれの本当にあもうすごい目線でそれぞれのこうご主人様なり奥様なりをこう切っていく姿ってのはもう爽快でしたね。いいもの見れました。もうジェシーはさすがでしたね、もう本当に慣れたもので、唯一、僕以外でここにいる男性ということでね、ご主人が不利になりそうな時は見事な助け舟を出し、で自分の意見もいい、ただ一回これ放送されるか分からないですけど、ジェシーがちょっととてつもないことやったんでね、あれが放送されるのかなっていう、やっぱあの瞬間僕は体感したことないような空間になったので、あれが放送されるかどうかは皆さんお楽しみにということです。再現 VTR は本当にハードルがあるかもしれないですけど、めちゃくちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白いんで、見ていただきたいんですけども、ただ再現って面白さを求めるものなのかって問いたいです。その面白いという称号が欲しいがためにいろいろなことをねじ曲げてしまった、そこら辺の反省点もあると思います、ね。はい、秘密の昼顔。